こんにちは。FF14 完全ソロプレイ中のミンです。今日はパッチ 6.2 でコンテンツサポーター対応になったドラゴンズエアリーに行きます。では、まずコンテンツサポーターからドラゴンズエアリー。私はリーパーで行きますので、タンクとヒーラーはコンテンツサポーター名もない人かな。それとエステニア、これでこのメンバーでいきます。突入。やっぱりここはね、エステニアンと一緒に行きたかったですよね。しかも冒険者招待対応のとこじゃなかったから、パーティー、ソロじゃなくてパーティーで行くのは初めて。めっちゃ楽しみ。そうだ、なんか突入するのにこのシドだっけ、この飛空艇みたいなの用意してくれたの。それで行くんだ。めっちゃ怒ってる。龍の目発動。めっちゃ怒ってるわ。楽しみー。なんかあんまりいいご飯がないんですが、いただきます。じゃあ行きます。神殿騎士団なんだ。イシュガルドの騎士が来てくれるんだ、一緒に。
つまもないけあれ。そろそろ一人目のボスかな。なんだ、なんだっけ、全く記憶にない。で、サンダー系、雷系。なんか繋がってるけど、え？なんか溶かされましたけど、いるわ。なんか紛れました。助けてください。宝箱なんだ、クリアプリズムか。ドラゴン族も来た。
こっちでいい？良さそうだな。20ヘッグブルードリング、ドリングってどういうのなんだろう。ボスっぽい雰囲気が出ておる。またやばいんじゃない？めっちゃカス来てるけど、やばいんじゃん。誓いの槍よ。おいする。やっつけたー。ん？どっちから？こっちか。
そうだ、柱倒れて道ができる系だった。ここはじゃあ、ここは確かいっぱい出てくる感じだな。ついに、あ、やっぱドラゴンズ AI っていえばこの最後の戦いだよね。できるかな。前は制限解除でそばでやったから、パーティーでやるとこんな感じなんだろう。前はさ、エスティニアンがさ、なんかバリアみたいのを作ってたじゃん。今回はないんだね。エスティニアンも戦う系。清流戦を思わせる戦いだね。
倒さなきゃいけない系。いいのかな？おお、なんとか来た。助けてください。え、なんかみんなあっち行ってる。大丈夫？立ち位置についただけか。もうちょっと。やったー。かっこいい。いやー、ずるい。やりましたー。いやー、最後の戦いかなり変わってましたね。やっぱり前回は、前はなんかエスティニアンがバリアあるから待ってろみたいな感じだったけど、今回はエスティニアンも大活躍でした。やったー、クリアー。はい、では、宝箱を取って、脱出します。